ヒメナミキは、シソカタツナミソウ属の多年草。植物体は繊細で、ほとんどが無毛。地下茎は白く細長い方枝状になる。茎には、量があり、直立して高さは10から60センチメートルになり、上部でわずかに分子する。葉は小型で耐性し、傭兵は長さ1から3ミリメートルになる。傭身は三角上飛神系、または三角上乱系で、 長さ1から2センチメートル、幅6から10ミリメートルになり、先は細く尖って先端は2部頭、円には1から3体の低い巨子があり、規部は浅い心形となる。葉質は薄く柔らかく、円と表面の葉脈状にほの毛が生える。花器は6から9月。花は節ごとに2個ずつ一方向に偏ってつき、上部の溶液に左右1個ずつつつく。花は白色、または 高子色を帯び、基部は上向きに曲がる。額は、小径で、上部に半円状をした突起状の付属物があり、カジの長さは2.5から3ミリメートルある。下敢は、長さ6から7ミリメートルの神経で、上唇は、兜状になり、下唇は、上唇の約2倍の長さになって、下唇の内部に、泡紫色の斑点がある。湯髄は4個あって、 うち二個が長い。シズイは一個あり、ュ中の先は二列する。果実は長さ約0.7ミ、mm、リメートルの文化で四個あり、微細点がある先が尖った小突起があり、宿、あり性の額に包まれる。日本では北海道、本州、九州に分布し、湿った草地、湿地に生育する。国外では朝鮮半島、中国大陸、ウスリー、アムール、 モンゴル、東シベリアに分布する。和名姫並木は、姫ライの意で、同族の並木ウに似て小型なので、姫をつけた。種商名ディペンデンズは、加水した、釣りくなったの意味。ありがとうございます。